農林水産省畜産部長の大野です。牛肉についてご説明いたします。牛肉については EU 側の関心が高く、関税撤廃の要求が強かったところですが、関税削減にとどめ 38.5% の関税率を16年目に 9% とし、関税削減期間中輸入急増に対応するセーフガードを措置するなど、基本的な枠組みや TPP と同様の内容となりました。具体的に図で示しておりますが、初年度には関税率を 27.5% まで引き下げますが、10年目の税率を 20%、 16年目以降の最終税率を 9% とし、関税撤廃を開始し、長期間の関税削減期間を確保するとともに輸入急増を防止するセーフガードも措置しております。セーフガードの発動時の税率につきましては、TPP と同様、16年目までの関税削減期間中は輸入急増に対し関税率を一定程度引き上げる仕組みとなっています。また16年目以降は、前年に発動がなければ発動時税率が 1% ずつ毎年低下する仕組みであり、4年間発動がなければ廃止されます。EU 産牛肉については牛肉の輸入自由化以降最大でも985トンしか輸入実績がなく、現時点では我が国での競争力は高くないと考えられること、また我が国から距離が離れており消費期限との関係から船便では冷凍牛肉しか輸入できないことから、当面 EU からの輸入量は限定的と見込まれます。このような中、念のための措置としてセーフガードを確保しているところですが、発動水準については左図に示しております通り、初年度の発動基準は4万3500トン、毎年の拡大幅を約 1.8% とし、関税削減完了後の16年目に5万3195トンに設定しております。なお、これらの発動基準数量については、TPP 協定の発動基準数量の 7% に相当し、TPP 諸国の輸出量に対する EU の輸出量の比率 8% とおおむね等しいことから、バランスの取れた合意内容となっています。次に、その他の牛肉、豚肉関連分野の合意内容です。牛肉の調整品内臓については燻製牛肉等を除き関税撤廃としており、撤廃期間は品目ごとに異なっていますが、 TPP と同水準の合意内容となっています。今後7月14日に政府 TPP 等総合対策本部で決定された基本方針に基づいて、日 EU EPA の大枠合意の内容、TPP の状況等を踏まえ、体質強化対策について所要の見直しを行った上で必要な施策を実施するとともに、牛丸菌等の経営安定対策については必要な検討を加えることとしております。